僕の場合は暴走とかでやるじゃないですか。人形の世界ですね。中学校を卒業した頃にそっちの世界からスカウト来ました。バタフライなんか持って、この時は逃げたんですけど、まあその後も結構喧嘩とかして嫉妬しろみたいな感じで。40代ですね。そうです。大島博之です。よろしくお願いします。すごいんですよ、この人が日本のボクシング界変えたんですから。いやいや、確かに。本来は入れ墨ボクサーはリングに立てなかったんですから。それを隠してね。そう、だから今まで入れ墨した人がリングに上がれないと思ってたのに、はい、引退してちょっとして、まあ、大島くんが出てリングに上がれるようになったからすごいなと思って。いや、俺もすげえ人来たと思いました。でも大島くんの場合は本当に消しますからね。そうなんです。移植して。今入れ墨ボクサーたくさんいますけど、大体パウダーですか、ね、パウダーです、うん、だから大島さんはそんだけ言ったら覚悟を決めてボクサーになった人だから、ね、はい、男気と気持ち、チャンピオンには届かなかった男ですけど、ただ記憶には俺残ってるんですよ。あ、まあ、記憶にはすごいですよね。そうなんですよ、はい、嬉しいですね。いや、本当に好きなんですよ、大島さんのあのスタイルが、うん、竹原さんとの思い出なんかありますか。僕は仲良くなったの、竹原さんお店やられてて、そうそうそう、そこにね、畠山ちゃんと一緒に行ったのが最初きっかけなんですけど、うん、それからまあ話すようになって、うん、仲良くなって飲み行ったりするようになって、でやっぱガチンコですね、うん、ガチンコが一番印象深いですかね。ガチンコで一緒にああやって出て、いや面白かったですね、あれね。その後もね、映画やったんですけど、あ、映画か。僕、田中っていう脚本やったんですけど、脚本っていうか、それの映画にも出たんですか。はい、そうですね、映画やりましたね。そう、あの何役ですか。トレーナー役ですよ、トレーナー役。ボクシングなんで、内容が。で、うちの女房が見てて、最後までエンドロールって流れですので、はい、大島博之って言ったんですよ。大島くんいたっつってこの膨れようで気づかなかったみたいです。現役の時より何キロ今お太りになりました。いや、30キロ近く太ったんじゃないですか。行きました。多分そうですね、25キロから30キロ近く太ったと思いますけど。でも雰囲気はね、はい、ありますよ。さっき駅で待ち合わせたんですけど、はい、もうヤクザかな。歩いてきたんだから。マジで。やっぱ入られてたんですか、その任侠の世界には。はい、やってましたね。もう中学校卒業した頃に、まあみんな高校生活楽しんでたんですけど、はい、もう僕が一人ぼっちになって高校行かなかったんで、はい、そしたらなんかそっちの世界からスカウト来まして。はい。はい、どうだみたいな。自分のイメージだと高倉健さん、さっき言ったようにあの渥美清さんと高倉健さん好きで、はいはい、高倉健さんのシリーズも全部見てたんで、ああいう世界にちょっと憧れがあったんですね。それでまあ入ったスカウトされて、茨城の、まあ、そうです、茨城のいわゆる団体さんにそうです、団体、ね、お前来いと。そうです。それが何歳だったの。それが15歳です、ね、15歳すごいのが、すごいのが、僕も高校行けなかったですよ。僕の場合は暴走族じゃないですか。暴走族でスカウトですよね。そうそう、これヤクザですからね。もう言うんじゃないですそれより。任侠の世界ですからね。もうね、本物の方にね。15歳でスカウトですから。茨城ってまあそういうやんちゃな子が多かったんで、あ、まあそういう少年ヤクザみたいな、そういう人が結構いましたからね。もう一番まあ年下だったんですけども、子供の頃、まあそうですね、殴られたり、そういう不良でしょ、要は殴られたり殴ったり、そういう、うん、繰り返してました。あのいい思い出がないですね。小学校の時から。小学校の時から。まあでも腕力が結構、うん、強くて自信あったんで、うん、結構あの小学校の時とか力に物言わせて、あの言うこと聞かすみたいな仲間、だあのあんまり嫌われてたんでしょうね。先輩とかにだから目つけられて。でもいじめっ子じゃないよね。いや、いじめっ子ではないんですけど。優しいですもん、めちゃめちゃ。で、まあ、ちょっと力物言わせて、そういう目つけられて先輩とかに、それでもう昔で言う呼び出されてもうリンチですよね。小学校の時ですか。そうですよ、小学生ですよ。そんでもうあの一声がめちゃくちゃ悪かったんで、その5人ぐらいに呼び出されて、ほんで正座させられて、で金属バット持ってこられて、そこに正座させられて、このふくらはぎとこの中に入れられて、上からグリグリ乗れられて、上からボッコボコにやられて。小学校、そうです、小学生ですよ。信じられないです、今考えたら。いやですね。いやですね。茨城の小学校、そう。広島のね、そうです、粗大ゴミと言われただけ、相当やってたじゃないですか。小学校の頃はもうただのやんちゃですよ。そんぐらいですよ。そんなことしないですよ。なんかもう大島さんの今話聞いてた、竹原さんの
あの広島の話なんて大したことないですよ。薄いですよ。いや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 、小学校の時に金属バットグリグリでタコ殴りっておかしいでしょ。ないです。そうですよ。え、じゃあ中学校ですよね。あの僕早生まれで1月生まれなんですけど、中学卒業してすぐですね。すぐにいわゆる任侠の世界入って、そうですそうです。その時は、まあ、それが一生の仕事だと思って、うん、もうすぐにだからその入れ墨ですか、あ、掘って、そうです。もうこれがもう僕の一生の仕事だと思って、もうすぐにそれを入れましたから。そうやって、うん、入れたのはもう10、そうですね、15歳、6歳ぐらいですに、もうあの入れ墨を入れたと、うん、そうです。で、高校は行ってないと、うん、高校行ってないですね。どういう仕事されてたんですか。僕ですか。いや、あの当時は仕事っていうより、まあ、部屋積みだったんで、ね、結構部屋で事務所の仕事をやるというか、そうですか、で掃除とか、うん、まあ、電話番とか、はい、外出られなかったんですね。事務所当番が多かったんで、はい、いろんな組の事務所の当番するんで、はい、で、まあ、そんな缶詰っていうよりは外にあんまり出られないで、事務所の仕事ばっかりでしたね。そういう雑用係っていうか、まあ、まだ10代ですね。そうですそうですそうです。すげえな。すごいですよね。すごいな、竹原さん。え、結局何年やったの。僕結局、うん、どれぐらいで1年ぐらいで、うん、まあ、捕まったんですけど。何やってたの。僕はあのだからそういう事務所とか当番してて、たまにこうやって外出るんですよ、はい、そういう時に、まあ、他の県とか行って、はいはい、まあ、まあ若かったですから名前売ろうと思って、はいはい、その時茨城とかそういう栃木とかってそういう本職だか素人だか分かんない人いっぱいいるんですよ、宮田は。いはい、希少な人ばっかりですから。なるほど、なんか喧嘩になったりするんですよね、はい、そんなんでよく喧嘩になって、はい、あの3軒ぐらいつながってるところのお店で喧嘩になって、はい、でその当時30年ぐらい前でしたから、携帯電話とかなかったじゃないですか、あんまり、はい、だからそういうなんか警察とかな、喧嘩してる時に警察とか呼ばれたらまずいと思って、誰かが持ってたバタフライナイフかなんか持って、そこのお店の3軒ぐらい全部バタフライナイフで切って、電話をこういうついてる電話を切って、電話の線、そうです。でそれでまあ逃げて、うん、で逃げたのは良かったんですけど、その時は逃げたんですけど、うん、まあその後も結構喧嘩とかして芋づる式に出ちゃって、嫉妬しろみたいな感じで。それ10代ですね。そうです。バタフライナイフで切ってっていう時の顔めっちゃ怖い。人を切ったのかなと電話線でよかった。切ってって言うから刺しちゃったのかなって思ったら電話線を切ったんですね。ちょっとほっとしました。それで何年ぐらい入ったの。それで少年院1年だから鑑別合わせて1年2ヶ月ですかね。そんなんでまあ少年院入って、うん、まあ、このままじゃいかないと思って、ただ俺小さい頃うちの親父も、うん、ボクサーだったんですよ、4回戦の。あ、じゃあ俺オレンジと一緒じゃん。そうですそうです。そんで、そう、そんであのガキの頃に後楽園ホールに連れてもらったことあったんですよ。なるほど、つながるんだ。そうで、かっこいいなと思ってて、で、いやー、俺もやりたいなっていうのあったんですよ。あ、なるほど。そうそうそう。それで、うん、いわゆるその任侠団体を辞めるわけですよね。そうですね。何歳で辞めたんですか。だから17で出てきたんで、17でもう辞めて、はい、そのヤクザの世界、はい、そのすんなり抜けられたんですか。え、あの結構あのおしまさん、そういう指こうやってください。いやいや、ありますよ。あるあります。ありますよね。ありましたね。これ竹田さん、これなかったら力入んないでしょ。どうな、入んないですね、やっぱり。入んないですよね、小指ないと。よく抜けられましたね。そうですね、あのみんなあのその当時自分の組長だった方がすごい自分のセンスというか、うん、戦うセンスというか、うん、そういうの買ってくれてたんで、うん、お前ボクシングやったらいいよみたいな感じで言ってくれてたんで、ボクシングやるからやめたいって言ったんだ。そうです。そしたらお前それちょっといいかもしれないと、お前ちょっといけるかもしれないみたいな感じで、だからそれからもう応援してくれましたからね。普通にお前頑張れよみたいな感じで、すんなりすんなりやめれた、はい。でもやめてボクシングやるけど、結局は初め知らなかったでしょ、入れ墨ボクサーはリングに立てないって。知らなかった。マジで知らなかった。あ、知らなかった、はい、そのままできると思ってました。輪島会長が勘違いして
勘違いから始まったんですよ。真島会長がそのままできるよって言って、そう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 、あ、それできると思ったんですよ。あ、なるほど。入れ墨入っててもできるよと。そう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 。初めにダメだって言ったらやってなかったかもわからないんだ。もしかしたら諦めてたかもわからないです。もしかしたら。それ消したんですよ。で、知らなかった。移植ですよ、移植。でも大体移植ってお尻の。そうですね。あの、うん、当時あのレーザーがまだ2、3台しかなかったんですね。そういう入れ墨消すレーザーが。まあ時間かかるって言うんで、費用もかかるって言うんで、僕当時あの飯田橋にあった警察病院に行って、うん、すぐ落とせるもんありますかって言ったら、移植手術ならすぐ11で落とせますよって言われて、そんでどういう手術ですかって言ったら、あのおけつとかあの内ももとかの皮を剥いで、入れ墨のところにその剥いだ皮を貼るみたいな、まあ、汚くなります、ケロイドになりますけどって、いやいや1日でできるんだったらすぐやってくださいっつって、もうすぐにもう入院決めて手術しましたね。すごい、すごくないですか。すごいですよ。全部行って、これ痛くなかったんですか、なんか、みたいなこと聞いてますけど。痛かったですね。痛いですよね。そうですね、入れる時より痛かったですね。だから剥いだ方が、まあおけつと内もも剥いだんですけど、その剥いだ方が、そうですね、なんかやけどを見たくて、あ、パンパスしたんですけど、血だるまになってて、ずれると痛いんですよ、こうやって気がついた時に。全身麻酔でやったんですけど、そしたら痛いなと思ったら血だらけで、でも動けなかったですもん、ちょっとの間。入院は何日？入院は何週間かだと思いましたけど、まあそうだよね、ただ、剥いでくっつけたところが、動かすとずれちゃうから、あの動かさないでくれって言われて、こうやってずれちゃうんですね、皮膚が伸びちゃって、ぐちゃぐちゃになっちゃうから、何ヶ月か、半年ぐらい動かさないでくれって言われたんですかね。今改めて聞きますけど、現役の時何位まで行かれました？僕はランキングは1位ですかね、日本の1位ですね。ライト級、はい、ライト級1位。そうですね、はい。もうやっぱ世界目指してやってたわけじゃないですか。いや、もちろんそういうつもりで、まあ、茨城から出てきましたから、はい、そうですね、最初、まあ、うまいこと言ったんで、新人を取って、うん、で連勝で11連勝で、あの言ってましたね。そうですね、でニックにやるまで無敗だったんで、うん、だからちょっと、あ、余裕だなみたいな感じだったんですけど、うん、やっぱりチャンピオンになるとやっぱり違いますからね、やっぱりね。レベル違いますか。レベル違いますからね。うん、引退したの何歳ですか。引退したの30ですね。早いじゃないですか。はいはい、まあ怪我が多かったし、怪我が多い時点でもう練習するのやんだったんですね、うん、もう右目ももう見えなかったですし。竹原さんも左目やられちゃってるじゃないですか。はい、これやっぱボクサーってつきもって言い方あれですけど。はい、来ちゃうもんなんですか、やっぱり。いやー、多分殴られすぎなんじゃないですか、僕ら。殴られすぎね、多分もうピンポイントに隠れてね、やったんでしょ。隠れてやってました。だから右目、最後の試合もももかくになってて、だけどチケットいっぱい売っちゃってるし、やめらんねえと思って、そのまま剥離のままやりました。もう全く見えなかったですね、うん、でその前まで内緒でずっとやってたんですよ、うん、自分もももかくり3回ぐらいやったんですけど、うん、それもずっと内緒でやってて、うん、で最後練習でまた3度目になった時にはもうまるっきり見えなくて、うん、もうでもやるしかないと思ってやったんですけど、まあダメでした ね。やっぱボクシングに出会えて良かったことありますか。いや、それはもうそうですね、人脈、先ほど言った人脈ですね、うん、もう竹原さんにも出会えたし、うん、もうそうですね、もうこうやって、まあ、こうやって出させてもらえるし、もういろんな人にいっぱい出会いましたからね。これも本当に人ですね、それが財産になってますから、はい。でもこれからやっていきたいことあるんですか。いや、やっぱりあのプロで選手育てたいですよね。あのちょっと今なんかちょっと魅力的なボクサーいないじゃないですか、竹原さんみたいな。竹原さんとか、ね、いやいや、なんかだってあったじゃないですか、広島の進撃の巨人でしたっけ、なんかありましたよね、広島の広島の粗大ゴミ。そういうなんか面白いね、竹原さんみたいな、そういう選手、世界目指せたらいいな、自分ができなかった分、まあ、うん、でも同じこと言ってます、今のボクサーはつまらないです、はい、つまらないです、ね、まあ、今の子エリート多いんで。大島さん、今注目のボクサーいますか。まだ祈りなかんね、そうそうそう、それだってもう それしか知らないですね、ボクサー。もうやっぱ井上尚弥すごいですか。いやー、もう全別格ですよね、もうね。エリートばっかり上がってくるね。強い人いっぱいいますけどね、うん、もう本当に強い人いっぱい、技術とかもすごいですけど、うん、なんかちょっと面白みかけるじゃないですか、うん、はい、なんかそういうの育てたいですよね。なんか今の時代にこう、はい、大島さんとか竹原さんみたいな、うん、
人たちってなかなか少ないんでね。そうですね、そういう子にじゃんじゃん出てもらって、80年代90年代やっぱ個性的なボクサーいっぱいいましたもんね。まあね、なんか今の不良少年にね言いたいことあります？別に言いたいことはないですけど、やっぱ、まあ、自分なんかやっぱ1回2回じゃないですかね、もうあの挫折なんかしてるのは、うん、もうそんなの、まあ、諦めたら絶対ダメだし、まあ、その時に気づくこともあるし、まあ、人との出会いもありますし、うん、そういうのでやっぱりあの方向性もいろいろ変わってくると思うし、まあ、諦めずにやっていけば必ずなんかきっかけつかめると思うんですよね、うん、でまあとにかく不良とかそういうのちょっと可能性あるんで、ちょっと自分と来てほしいですね、うん、ちょっと見たいですね、そういう不良とか面白いの、うん、ちょっと一緒に自分が目指せなかった世界とか、うん、一緒に目指したいなと思って。これ別にやりたいですね、あの僕思うんですけど、みんながみんな強くなれるはずないじゃないですか、うん、でもね、やっぱ一歩踏み出して一生懸命チャレンジするってことが大事ですよね。そうそうそう、うん、いや確かに、うんそうですね、で2年チャンピオン大島君チャンピオンになってないけど、でもう 今じゃしっかりしてるんじゃないですか。そうですよ、はい、諦めない限りやっぱチャンスは絶対来ますからね、はい、うん、まあ普通元ヤクザで入れ墨やってって引退したら呼ばれないじゃないですか。呼ばれない。今ね映画とかちょこちょこ呼ばれたり、うん、テレビも呼ばれたりしてるんですよ。やっぱ人柄ですよ。分かる人は分かりますか、はい、あの人多分絶対いい人だよ、はい、だからみんな会いたい人はイケアに行って、うん、そうね、飲み行って話してほしい、どんな人物か分かるので、大体不良が、うん、あの、の相談窓口になってほしいですね、うん、飲み来てください行き屋ですね、はい、居酒屋行き屋ちゃんと行き屋、うん、またそういうことしましょう、ね、あともう一つ、どんなに病んでも行き屋ってことだよね。